第28回、弁慶祭り演劇、弁慶伝説、弁慶祭りは、和歌山県田辺市で、毎年10月第1金曜日、土曜日に行われる祭り。弁慶祭りは、武蔵坊弁慶が、田辺一帯を統治していた熊野別当の子という伝説から、昭和62年、田辺市観光ビジョン実施計画委員会の提言を、受け、武蔵坊、弁慶、 熊野水軍出陣800年祭として始まった和歌山県田辺市の祭りである。第1回目の弁慶役には野球解説者の江本武則が、深志蔵役には当時の伊駒慶造、田辺市長が奮し、武蔵坊、弁慶熊野水軍出陣行列には約150名が参加した。毎年10月第1金曜と土曜において演劇、弁慶伝説、弁慶下駄踊り、 鬼若大鼓を軸に、奇襲弁慶よさこい踊り、物産展都市など様々なイベントを織り混ぜながら、開催している。初の市民弁慶役8代目、泉清二十八代目弁慶役の、吉本竜兵初代、弁慶役は、江本武則、2代目、小西博之、三代目、港英二、4代目、5代目アントニオ猪木、6代目、龍子光悦。 七代目グラカン達也が務め、八代目に初めて一般市民である泉清志が弁慶役を務めた。以降は一般市民から応募を募り、オーディションを経て弁慶役が決定される。初の演劇で弁慶役を演じた十五代目丸山正幸統計神社に特設舞台を設置し、上演される演劇。弁慶誕生から義経との出会い、玉虫との出会い、 源氏と平家の合戦を占う統計、熊野水軍を率いての出陣など、武蔵坊、弁慶の生涯を劇で再現する。役者はすべて素人の一般市民で、オーディションによって選ばれ、約2ヶ月の練習を経て、本番を迎える。第14回目までは、演劇はなく、弁慶一行が街中を練り歩く、武蔵坊、弁慶熊野水軍出陣行列が行われていた。 第15回目で初めて演劇が行われ、15代目弁慶役の丸山正幸が初めて市民役者として舞台に立った。弁慶祭りで下駄踊りを楽しむ、市民第1回、弁慶祭りから続く、弁慶下駄踊りは、木た鍋駅から、扇ヶ浜海水浴場まで続く大通りを、武蔵坊弁慶をイメージした振り付けと、そりゃ、うんとこしよ。ありゃ、どっこいしょ。 の掛け声を出しながら練り歩く毎年約1000名が参加している。第12回目から始まった奇襲弁慶よさこよどりは、大木ヶ浜会場、ビーチサイド会場、東京神社会場、青い通り会場に分かれて予選が行われ、予選を勝ち抜いたチームが、大木ヶ浜会場で最終決戦を行い、優勝チームを決める。その年の弁慶役が審査員を務める。 ありがとうございます。